三谷さんの本郷家の後継者に。 明後日ルチア様はリヒト様と共に旅立たれるわ。その時には全員盛大にお見送りするのよ。嫌がらせがピタッとやんだのはそういうわけ。柴田リヒトまで奪われちゃうなんて。納得できないぞ。こんなのメイはどうなるの。静粛に。短い間だったけど このクラスにいて楽しかったわ。ではごきげんよう。駆け落ちに7票。え？駆け落ち？というわけで手を取って逃げるのよ。メイ、逃走資金は用意してあげるから。潜伏する場所もね。ご飯は任せて。お前は いいのかこれで。魔法王家当主の命令に逆らおうっつうのも無理か。世界中どこに行ったってすぐ見つかっちゃいそうですもんね。でもリヒトさんだって離れたくないんでしょ。忍の目様と。メイ様次第だ。しかし見たところ彼女のオーラは諦めを示していた。俺はメイ様が立ち上がるのを待つ。私は占いでどうするか決めるの。に1票。 本郷家を攻撃して壊滅させるのに1票。そんなのこの世にない。みんなもうやめなさい。根本的な解決にならないわ。でも他に方法なんてないでしょ。メイ、あなたはどうしたいの。分かんない。 あいつと離れたくねえなら兄貴が何とかしてやりゃいいだろ。これはメイ様が乗り越えるべき試練だ。メイ様が本郷家にふさわしいレディーになれるかどうか。俺の意志はメイ様に示した。もう二度とメイ様のそばを離れません。今度はメイ様の番だ。 おじい様が私を選んでくれた。勝ったのね私。おめでとうございますルチア様。これまでよく働いてくれたわね忍。もったいないお言葉。何か望みがあるなら言いなさい。本郷家後継者としてどんなことでも叶えてあげるから。望みでございますか。 何もございません。ルチア様のおそばで私は満たされておりましたから。ありがとう。でももうお別れね。学園長入ります。 残念だったわね。私をどうやって後継者から引きずり下ろそうか学園長に相談したかったんでしょうけど。そんなこと考えてません。私はただリヒト様を奪われることが辛くて仕方ないくせに。憎みなさいよ。人から嫌われることも嫌うことも私は慣れてるの。ずっと一人でここまで来たから。 私はルチア様のこと嫌ったり傷つけようなんてことを少しも思ってません。あなたのご両親の骨も一緒になんかしないわよ。私周太郎さんの骨も優さんの骨も粉々に砕いてどこかに捨ててあげる。別々にね。ってこの間は。嘘に決まってるでしょ。私 あなたのこと大嫌いですもの。メイちゃん帰りましょう。もう一ついいこと教えてあげる。学園長はあなたの味方なんかじゃないのよ。むしろあなたを憎んでるかもしれないわ。
何を。リヒト様もご存知なかった。学園長はもともとメイさんのお父さんの婚約者だったの。え、それはあなたのお母さんが学園長から奪ったの。当時修太郎さんには言い名付けがいたの。それでもユウちゃんは絶対に諦めなかった。ひどい人よね、あなたの親って。ルチア様、あなたは。私もその犠牲になったのよ。メイ様、もういいよ。戻ってきた意味なかったよ。もうレディなんて。おやめください。メイ様らしくありません。あんただってもうすぐいなくなっちゃうんでしょ。残った時間でステラ全部集めたら金太郎さんの気が変わるの。立派なレディーになったらあんたと離れなくて済むわけ。違うでしょ。こんなのどうでもいいよ。メイがいなくなった。追いかけたんだけど見失っちゃって。様子変だったからほっといちゃまずいよ。あれみんな探すの手伝って。あのバカ。メイ、メイ、メイ、もうすぐ騒動起こすんだから。あの子でも今朝からずっと落ち込んでたし。早く探さないと。篠宮さん、いたか。いないぞ篠宮様。ダメ、こっちもいませんわ。ジェレミル君、状況は。まだ見つからないわ。築地です。こちらも見つかりません。了解、引き続き上空から捜索する。ここには存在を感じない。どこ行ったんだ。まったくやべんじゃねえか。次行くか。どこ行っちゃったのかしら。これだけ探していないんだね。他のクラスの子たちは聞いたけど誰も見てないって。お腹空いた。え、メイがいない。はい、今日は来てない。マジ連絡も何もなし。うん、ずっと家にいたんだけど。ここにもいないなんて。よし、俺も心当たり探すわ。私も一緒に探すわ。キバ君と泉様。
メイさんがいなくなって大変な時に何のご用かしら。アメリカ行きのことでお話でも。ルチア様に私の意思を伝えておくべきかと。私の心は今もこれからもメイ様と共にあります。おじい様に逆らうことなんてできると思ってるの？メイ様がその意思を示されるのなら。バカバカしい。あの女は逃げたのよ。逃げているのはあなたです、ルチア様。ご自分の苦しみから逃げるために人を傷つけ心を踏みにじろうとする。メイ様、あなたとは違います。そう、知っちゃったの？